今日はグーじゃんけんぽい。はい、どうぞ。あ、すいません、食感が早い。すいません、もう確認して速攻で、あかん。そうだね、うちらの取り方は多分これ左から撮影になるからテーブルの位置逆にしなきゃいけない。多分それだと反射するから。あ、そっか。はい、じゃあドクターディベートミッション。じゃあ、そうまではいっちゃう。はい、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 じゃあ、成功いきます。はい、どうぞ。しちゃうかな、全然いいかな。立ち上がって、3分使うか。はい、じゃあ、目安はデスクワールの効果起動してもらいます。はい、どうぞ。じゃあ、気が強い。はい、しますね。はい、で殴られたと。はい、じゃあ、はい、じゃあリブートドローが2枚、1、2と。さて、そっか、そっか。で、イミッションをしちゃおうかな。ミッションいいですね。せー、俺あれ好きだから。バトルドン。バトルラムのクイックドンで、ウィッカー開けるドン。開かれる。さて、じゃあ、で、俺も1枚開けました。はい。はい、テレビ1と。で、とりあえず、どついたの、はい、贅沢なプレイヤーカードを探しちゃう。さっきのも贅沢だったんじゃないですか。でそうだね。あせーの、リセットして。イニション。はい。強い。じゃあ、ベアリングでバトルラムながら。お、かわいい。かわいい。かわいい先生のかわいい。3カット。美食の大根。はい、強い。ファイアングルームの効果で、じゃあ、サーガラムクリーン。はい。ちょっと待って。で、ちょっと出します。で、さらにリソースが1枚。はい。あかーママもすごい渋いカードが入ってる。タイガーも入ってる。呂布かな。あれ見ましたよね。呂布なの。呂布かな。楽しみだな。すごいな、どうやって赤出すんだろう。楽しみだな。で、イグニッションします。なんかフィールデッキっぽいけど呂布入ってるんだ、ドキドキすんだ。すごいボヨミ感が。スタバンどうしようかな。まあ、とりあえず殴っていいんですか。で、イグニッション。せーのだと、ワーミちゃんを、イグニッション当たるなぁ。強い。今日、4号が強い。ただ4号なんだよね。そう、僕と打ってからですね。まあまあまあ。まあまあ、で、5000は赤デッキのいいところは、イグニッション外しても、いや、ウェイカーを出すためって、ごまかせる、自分を。能力の、もうディソースが、正常圏に。白と赤は、そうやって自分をこう、ごまかせるというか、当たんなくてもいやいや、仕込んだだけだから、また。ただ、青、厳しすぎませんかね。ああ、いや、青は、逆に言うと、青っていう色自体がゼクスだと強いので、これでバランス取れてるかなと。終了。黒って、黒が良くないですか。黒は、だから黒プレーズルとか、そこそこ狙っておけるカードが増えてきてるので、それで、僕は黒の当時は作ってるけど、なんだっけ、地上、新地上最強僕は、メリーを、そう、黒プレーズルで置く。そうすると、序盤でもプラス2000当時は先にかける。うん、チャージにあるときだから。だから逆に言うと、あれをもう上から落としちゃったときはもうよっぽど負けてる状況だから分かりやすい。なるほど。使って動きます。そうしたら今回いい評価だね。イグニッション。はい、下直の強い。お互いイグニッション強いな。さらにリソースを待って起き上がります。イグニッションのときは起き上がりますね。ウッドペッカーの効果でスカール対象。はい、めくりました。で、5ポイント。めくった。下出るからね。お願いします。タイガーとバラビ。はい。お願いします。フィールが強い。フィールが強いね。じゃあ、2枚。いつ呂布出てくるの？もうそろそろです。じゃあ、もうそろそろ。まだ赤の片鱗も見えないんだけど。いやいやいや。TNの方が起動します。お。リソースいってもらいます。はい、じゃあ、スクワールアタック時、じゃあ地震パンチで、はい、じゃあ効果きつい。これもですので、はい、ピエナがります。めっちゃ強いないそれ。リソースオフ。あ、でも、リ
見られちゃったんだ。え、あれも入ってて、やべやべ、あれも入ってて、両方も入ってるの。まあうん、どうしよう、むしろ良くよ、相性悪いわけじゃない。相性悪いわけじゃない。まあでも、なるほど、確かにパワーを上げたいね。うん、パワー上げたい。多分入ってないです。出荷強い。今回マンモスタイガーでこう上げて、あれを出したいからね。一点入りました。で、イグニッション。あー負けたさすがにさっきまで出まくってたから止まっちゃったかな。止まっちゃった、うん、止まっちゃった。ちょっと止まっててセリーズ。あー、セリーズ来た。あー、でもこれは今の状況だと危険なものを押しやれるから。で、表向きにしますって。で、もう1枚、ラストデオでも表向き。これでまだレベル2、持った上がりが弱い。簡単にオマシンが出てる。さあ、どうですか。7号ね。7号っす、ただで、うん、ただ7号だよね、今のところは。そうだよね。クイクイ。おー、これは強い。はい、さあ、くさび打ち込んだ。で、アタックドン、セリウのドン、一番上、ヘッジホック、ヘッジホック、ヘッジホック、あの、PS で出されて出すのか。ここ自信発表。はい、じゃあ終了。ほう。ほうほうほう、どうしようかな。じゃあ、どうしようかな。リソースはいっぱいある。リソースは、リソース8ある。3リソースじゃないでしょ。あ、2リソース。フィールはやっぱりとても強い。8か、どうしようかな。あれがあればな。次の体験。とりあえずアタックします。アタックされた。ちゃんと、はい。じゃあ、どうしようかな。7いくか、それともあれがあるか。ノーは除去がこねて、で、もう、ダグでいって。あの、ニコデッキを買えばラストゼロも揃いますし、テオゴニアスも揃いますし、あのここ最近の大会を見てると、うん、無色の竜のニコを使ってあのなんかいろんなデッキ、そうアストベリアも使うんだけど、クロエをそれに足したりとか、なんかゼクスレアをいろんなところで足して遊ぶ人も結構、うん、いらっしゃるのでね、結構無色っていう強みをぜひ、はい、生かしていろんなデッキを作っていただきたいなと。わらび、はい、って言ってる間に、はい、お、来た、パワー上げるね。ヘッジホックで自信パンクで責任が取られた。パーシュートで、福島の方はパワー上げるのが好きなの。東北は緑が好き。東北は緑好きだよね。東北は緑。さっきもなんかレンジ君パワー6500。ラミアで落とせないと思ったし、こっちはこっちでものすごい。ガリウムは珍しいじゃないかな。ね、まあよく言われる。ガリウムはやっぱりまだフィーチャーされてる。そこはやっぱ強い点だな。この前はね、ベイバトロンガリウムガリウムって感じでした。これガリウムじゃなくてもいいだろう。強いですけど。おお。前出る。お？レベル3。ラストレベルも。レベルがもう。せーの。おお。ちょっと今日右手が右手がしてます。すごいな。これでアリカルフォート1枚を。一撃の元に切り伏せて。で2点入れれば勝ちじゃん。勝ち。まあ、そう、うまくいくかな。いや、なんか出るでしょ。ミッション移動もできるしね。出ない。それぞれ出たらやばいっす。だからなんか出ますよ。出なかった。バトルラム君。あ、強い。8号です、今。8号か。あ、そうか。5枚ごとか。そうか。危なかった。お、ここで。やっちまった。やっちまった。残り4点っす。質素質をどかして殴る。でも厳しいな。どかせるっていうのが強いからな。すでに。じゃあセリーヌの強さがね。はい、やっぱり一緒。セリーヌ効果。セリーヌ効果こっち使った。で、ここ出されると厄介だから、とりあえず出して、もう攻めるか。おあっと。なるほどね。うない。やばい。おちょい。あっさり終わり方だ。ああ、決めた。ねえ、やっぱり両夫がね、両夫がいつ出るか、両夫出なかった。いや、もう少しだったら。もう少しだった。
ったら両方出た。次5枚こんなかよ。あ、欲しかったっす。でもいいフィールですね、うん、今回僕のデジコフィールがね、そうちゃんとデジコに繋がるように作られてたし、やっぱ今回のフィールでね、あのしっかり手札とリソースを稼いでた。フィール強かったね。すごいね。俺エクストラ好きなんですけど、あそこで、うん、そう、あそこでバウンスがボボンって決まったからよかった。あのやっぱり、まあのピアティもそうなんですけど、あそこあのちゃんと使える絶スレアと挑戦的な絶スレアもやっぱりこれからも増やしていこうと思うんですけど、ちゃんと使える絶スレアって実はその尖った絶スレアと相性がいいと思う。だからそういう意味でもやっぱり作ってて、あの色々絶スレアの絶がこれからより。